韓国でヒラメの価格暴落。200トンの廃棄処分も、がネットで話題。内容はこちら。韓国でヒラメの価格が暴落したようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。韓国でヒラメの価格が暴落しており、200トンの廃棄処理が開始されたという。ノルウェー産の鮭、日本産のブリの輸入量増加による直撃を受けているそうだ。また、日本が検疫費用を 20% から 40% に引き上げたことも背景にあるとのこと。廃棄処理、もったいない。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。計算したら、ヒラメ40万匹も処分されていた。ヒラメってそんなに出荷されていたのか。恐るべし、ヒラメビジネス。40万匹も処分。恐ろしい数字です。次はこちら。検疫強化されたら廃棄が増えたんか。検疫、ようやく強化し始めたんだ。よかった、よかった。日本の検疫強化が効いているということでしょうか。安全な食のために仕方ありません。次はこちら。ムーさん、なんとかしてあげて。ジーソミヤハキの選択とともに、ヒラメの件も、ムン大統領の手腕に任せましょう。最後はこちら。しょうがないだろ。韓国産養殖ヒラメのクドアセプテンプンクタータはマジでやばいんだから。被害度もさることながら頻度も高いからな。リスクは相当高い。玄関からじゃなく科学的にな。事実だから。確かに色々と耳にしますからね。とにかく安全なものだけを輸入しましょう。結論。ムン・ジェイン大統領は現在相当厳しい立場に立たされていますが、すべて自分が選択してきた事象の結果です。これからも韓国の内政、外交ともに、ムン・ジェイン大統領の手腕にかかっています。日韓正常化のためになんとか踏ん張ってくださいね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。